とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモッド入れております。何のモッドかっていうと、商人を見てもらえばわかりますね。これ!そう!なんか違いますよね。クリーパーみたいな鎧がある。この鎧、なんと、グリムアーマーです。今回のモッドは、グリムアーマーをクリーパーアーマーに変化させるモッドですね。もちろん、性能は変わりません。今日はこれを着て、ボスラッシュに挑みたいと思います。しかし、エンチャントがよろしくない。エンチャント良くないね。まあ、とりあえずこれを買ってから、ちょっと回していきましょうか。いいの出てくれないかな。いや、お金ですね。お金がすっごい得る。あ、出た!よろしくねえなぁ。うわぁ、とんでもなく減った、とんでもなく減った。まあまあ、リセットするからね、なんとでもなるんだけども、こっちをちょっと見ていきましょう。クリーパーアーマー出てきてくれ。あー、なかなか出てきてくれないね。いやぁ、こんだけお金がどしどし減っていくと、ちょっと心配になるけども、大丈夫です。ダメだ、もうお金が。足りなくなりました。はい、まあ、このどっちかを着てから行きます。それでは行きましょう。あれ、なんか動き遅くない？こんなもんだっけ。まあいいや。はい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 、重力に入れ込んでしまうとまあまあいけるね。しゃ、オッケー、いいねいいねいいね。しゃあ、そうか、矢で攻撃するよりも通常攻撃した方がダメージが入ったね。そうそうそう、そうだった、そうだった。やばい、キノコが切れた。うわ、一気に戦力ダウンするな。うわ、危ねえ。にしてもきつくないか。オッケー、よかったよかった。次何、大釜か。大釜、ドラを入れて影のブリューで行くか。行くぞ。よっしゃ、一匹目。なんとかなるもんだ。ちょっと待って、あと、あそこか。うまいこと2体同時にダメージを与えていきたい。無理、ちょっと厳しいな。危ねえ。どうする。もう危ねえ危ねえ、攻撃しやがるあいつ。もうここで行くんじゃない。うわぁ、マジでこれは厳しいぞ。よっしゃ、とりあえず倒した。これ厳しい。ちょっと待って、矢の方がダメージ与えれるね。いや、そうでもないか。いやいや、矢の方がいいや。おっしゃ、倒した。ねえ、ちょ待って、対面ついてるよ。寄らないでくれ。オッケー、どうしたもんかね。まあまあ、とりあえず次、何もなきものか行きましょう。オッケー、オッケー。とりあえず、あぶねえ、逃げろ逃げろ逃げろ。ちょっと厳しい厳しい。一体ずつ行こう。重なってるとまあ死ぬから。え、ちょっと待って、なんで攻撃された。あ、いや無理無理、これきつすぎるって。よかった、貫通が入っててよかったわ。ちょっと待って、うわ、なんかね、タワーでの無理な時を思い出すぐらい厳しい。オッケー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 、いける、いけ、オッケー。わあ、危ねえ、死ぬ死ぬ死ぬ。よかった、本当にね、貫通が入っててマジで助かってる。よし、ダメか、無理か。
やばい。よし、倒せる倒せる倒せる。いやでもこれ泥試合だ。倒せ。よっしゃ。ちょっと待って、お前ら主人が死んだのに生きてんのかい。行くぞ。いける、いけるか。とりあえず一匹はいける。ギャー、オッケー。うまいこと動かない。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。ちょっとタイミングを測って倒そうか。フィニッシュはそうしよう。あーあ、あ、よかったよかった。ゾンビが出るだけだった。オッケー、じゃあ倒します。次なんだっけ。ああ、お前ね。いける、動かない。こいつは大丈夫。まあ雑魚出し出すとちょっと厳しいけど、雑魚を出さないならいけるはず。これはちょっときつくなったぞ。よし、オッケー。あっちも動き出した。あっちも動き出したよ。なんとか倒れてくれ。やばい。よっしゃ、倒した。オッケー。いやー、よし、オッケー。それキノコかかってる間に一気に行こう。倒せる倒せる倒せる。ちょっと待て。よっしゃ、いけた。ちょっと待て、最初のね一体ぐらいがほんと重要なのよ。なのでそこをドラを使って一気に倒せるように調整しないとね。いける、お前か。厳しいな。うわこれ厳しい。どこいる。ちょっと待て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 、厳しい。え、こいつこんな強かったか。そうそうね、弱くはないわな、そりゃね。あぶね、あんま寄りすぎると死ぬわ。オッケーオッケー。よし、倒した倒した。いや倒しきれてない。オッケー、よっしゃ。待てって。あーやばい。よし、いける。よっしゃ、いけた。待て。うわあ、でもねやっぱ 6%90 優秀ね。めちゃめちゃ優秀だわ。なんとかやれてるもん。回復できてるから優秀優秀。なんかシューティングゲームみたいになってきた。よし、倒せる。オッケー。矢は大丈夫ね。いきます。どこ。オッケー、いける。あー、いや倒せそう倒せそう倒せそう。どこだ。あ、違う違う違う。よっしゃ、倒した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 。で、あと1匹も HP ミリのやつがいるから、HP ギリのやつがおるから、そいつをまず倒そう。で1対1になればまだいける。1対1だったらまだやれるから。やっべえ、どこだ。いたいたいた。どこ本体。よっしゃ、あー動けなくなった。まずいまずいまずいよ、動けない。よし、いけた。いく、危ない。ちょいやー、これ最初こいつ戦った時思い出すね。こんな感じでも本当にね、完全な無理ゲーだったもんね。いける、いけるか。いや意外と勝て。どこだ本体は。よし、危ねえ。あーやばい、食らったら死ぬ。回復、どこ本体を。いた。よしよっしゃー、いけたー。
ちょっと待ってよ、待ってよ、待ってよ。あと、ムーシュルームモンスターズで、おしまいです。どこだ？最初のね、ファーストアタックを、がっつり倒したいんで。よっしゃ、行くぞ！ちょっと、えらい、密集してるな。じゃ、これ密集が過ぎる。密集が過ぎるぞ。あぶねえ。あいって。待て。暗い。ちょっと待って、これ。遠くに行くとさ、もうこれほんと無理ゲーになるから。よし。あいって。痛い。ちょい、ひどいって。キノコミサイルがひどいよ。キノコミサイルひどい。よし。マジか。寄れない。近寄れない。ちょっと待って、ひどい。なんで。もう本当シューティングゲーム。よっしゃ。ちょい。ちょっと。OK。やばい。ちょっと敵の HP 今どんぐらいなのよ。よっしゃ、OK。いけるやつがいる、いける。倒せるやつが いるぞ。オッケー。やばい、端っこにやられたー。はい、こんな感じでした。幾分かクリーパーアーマーが悲しい顔に見えるね。やっぱりね、防具重要です。ポーションバリアとクールダウンの必要性がね、もう本当に分かった。はい、ということで今日はやられてしまいました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。